タイロナ。タイロナ、テイローナズ。タイロナは、コロンビア北部、グアヒラ、グアジラ半島の基部にあたる海岸を後輩にした、古島のような山海に住んだ人々が築いた、南米先住民の文化である。タイロナ文化の起源については、不明な部分が多いが、マグダレナ川下流のザンラーの発展期の文化に、その起源を考えるのが最も適切に思われる。 マグダレナ川下流の倉国旗は、タイロナのものとよく似ており、定地、マグダレナ、マグダレナ川下流文化とタイロナの間の移行期に、当たるものは、エルエメザ、ラメサという文化として知られて、シエラネーバダの難読に遺跡が点在している。タイロナの国家が衰退し始めたのは、1528年のロドリゴデ・バスティダス、ロドリーゴデ・ボスティーダスの到着が契機であった。 そして1550年に80%の人々がいなくなって残り20%の人々はより標高の高い産地へ逃れていった。根血していく人々もいた。産地に残った人々は小木、イカ、イカ、酸化、損固という部族として生き残っている。高古遺跡として残ったプエブリトの遺跡はタイロナの重要な町である。プエブリトは 三千軒ほどの家々が軒を連ね、その他には宮殿や神殿として建てられた素晴らしい建築物があった。町を通る大通りは平石で舗装され、すべての集落が石敷の道路で結ばれていた。町の中を流れる小川には平石で作られた橋が架けられた。考古学的な調査では一つずつの家の丸い輪郭が土台のみの形で発見される。 平石が円形に並べられ、側面には作り出しのように並べられ、平石の端が平石に接するように順番に並べられる。それらの円形内し環状の家には対照的な位置に出入り口が設けられている。出入り口は平石を並べて分かるようになっている。調理用の土器や斧や石のすり皿、石棒などの道具は家屋の床面から発見される。また、 しばしば、それらの家は、低い木段の上に基礎を持って建てられているか、丘陵の脇をテラス状にして建てられている。直径二十メートルほどの家もある。このような家屋の内部には火を使用した痕跡が見られる。壁と屋根は木を用いるかかやぶきであったと思われる。壁は粘土と小石を混ぜ込んで作られ、表面には水で石灰を溶かして塗っていた。神殿や特別な建物は、 平石の木段の上に木造で建てられていたのは一般の家屋と同じであったが通常より高い木段の上に建てられ石造りの階段が付けられ一般の家屋より大きな建物であった。男たちや若者が集会を行ったり学識豊かな賢者が訪れるのを迎える建物や神聖な儀礼を行う建物も同じように大きく作られた。 木も生えないような高地の家を捨てて下ってくる人々が町を,を訪れて神々の言葉を伝えたり若者たちにタイロナの国家の伝統を教えたりしたと言われている。タイロナの人々は自分たちの住む町をより大きくすることを計画し建設活動に用いる木材の切り出しを組織的に行い雨水が効率的に集める運河や貯水槽を作って都市と高地に供給した。 テラス農耕のシステムの移行は、経年劣化によって亀裂が起こったり侵食されたりすることを防ぐよう設計されていた。タイロナの政治、統治組織についてはほとんどわかっていないが、何度かの調査によっていくつかの中心地を持つ連邦性的な側面があると考えられてきた。集落を形成する文化であって、政治的宗教的な投与、統制、統治を行うために、 何段階ものヒエラルキー、階級構造があったと思われる。しばしば集落の中心には、マウンドや基団を伴う神殿や宮殿が建てられた。しかし、タイロナの集落は、中心となる、町に住む有力な主張の下で結びついていた。ライヘル・ドルマトフ、ライケル・ドールマタフ、G は、アンデス社会やコロンビアの他の地域の特徴的な、文化の社会的・政治的な発展段階との、 比較により、より進んだ形態との位置づけとして、大ロナの国家形態を、集落封建制と呼んでいる。人口千人くらいのいくつかの町には、歌手家、市長がいたと思われる。よりよく統治をすることができる人物として主張がいた、ことが、新官のような半身格化された指導者が、中心的な役割を果てた他のスペイン征服以前の、アメリカ古代文化の担い手たちとは異なっている。 主張は、儀礼的な役割、執政官としての役割、裁判官としての役割を果たしていた。主張たちはそれぞれ異なった意見を持つことができたが、一方では、大量な国家に共通する文民統治機構には、やはり祭司たちが関わっていた。祭司たちは、執政官としての権限は、全くなかったが、尊敬され、さらには数敬すらされていた。そのため、祭司たちの意見が、 会議の決定に著しい影響を与えることもあった。神々の戒めを通して庶民の生活に影響を与えていた。大ロナの軍事組織には常備軍的なものは存在しなかったが、それぞれの町から屈強な男性が選ばれ、戦いのために訓練を受けていた。また、それがそれぞれの町の市長たちで構成する会議体がそれぞれの町に課した義務でもあった。 訓練が終わると男たちはマニカトス、マナカトースに移動することになった。マニカトスはタイロナ国家の軍事組織であった。タイロナは金細工が成功したことによって知られており、たくさんの論文が書かれている。タイロナは出浪法の技術によってかなりの水準に発展を遂げていた。金細工師たちは牢でまず型を作って粘土でその型を包み意型とする。 粘土の鋳型を温めて、銅が溶けるようにして、その後、銅が溶け出して、空になった空間に液体になった金を流し込む。そして、金が冷えて凝固すると、金彩育士の望んだ通りの形ができる。鈴、金、銅の合金であるトゥンバがを使うことが、資源の節約夜金を溶かしやすくすることから、認められていた。金の純度を高めるために、銅が酸化した後に熱して、 その後に冷たい水につけた。放っておいたら六章がついてひび割れてしまうのを防ぐためであった。最後に磨きの工程を行ったら完成であった。タイロナは金細工や宝石の技術を広めようと考えていたが、ムイスカで様々な技術が発展し、タイロナに取り入れられたと考えられている。ムイスカの貴金属製品の大部分はタイロナに比べて洗練されていないし、 仕上げの仕方もお粗末なものだったが、金の純度においては優れていた。一方、タイロ名は、細工の技術については完全に近い水準であった。ムイスカ人は、質量法を習得するときに、自らの作品を美的に向上させようとした。つまり、作ったものが拙い技術で役に立たなくなるだけでなく、ひび割れてしまうかもしれないし、薄い板であることから、 可能なことが限られるからである。純度が高い金に打ち出し細工をするのはほとんど可能であった。タイロナ人は自分たちの製品を水に沈めることによって純度を向上させことを学んだ。そして以前と同じレベルの美しい金細工を作った。タイロナ人の言語はチブチャ語のグループに属する。チブチャにはムイスカ人も含まれ、ムイスカはそれぞれの町で 無数の言語文化をしていた。そのため、前述の夜勤、鋳造業に見られるような文化的なつながりが確実に存在した。のような集団と比較して、タイロナとムイスカの交流は活発であった。タイロナの経済は、交易にはほとんど頼らず、むしろ自給自足に近い状態であった。というのは、タイロナの人々が住む場所は、 すべて海の近くの熱帯のような場所であって、釣りや漁業に適している場所から比較的暖かい場所を経て、山岳地帯の工作に適した地域にまで及んでいる。タイロナ人の食生活、栄養補給の実態については、食料を作るには、不適なシェラネバダ山脈のトウモロコシ栽培によって、丸いパン、ボロウズを作って焼いていた。丸いパンを作る技術は、後に、 死ぬ文化にも伝わった。また、丸いパンだけでなく、トウモロコシを原料に醸造したチチャ茶種やアレパス、アーパスという普通のトウモロコシのパンも多く食べたようで、ある。また、飲み物には甘みをつけるためにミツを用いた。つまり、タイロナ人は、養蜂も営んでいたのである。タイロナ人は、優れた農夫であり彼らの菜園では、果樹や豆類、野菜類、トゲバンデー パイナップル、アボカド、グアバが栽培された。肉の消費はごくわずかであって、ヤギ類の肉やクイなどの下肢類の肉を特別な日に食べていたようであるが、一般的には魚を食べていた。死者の遺体は、家屋の外に倉国旗に収められるのが一般的であるが、石で囲んで家屋の床下に埋葬されることもあった。蜘物として、埋能以降、キャッシュに用いられる時は、 宝の壺、トレジャージャーと呼ばれる土器や蓋付きの土器であって、床下に埋められ丸石やビーズが中に入っていることもあった。最も,も一般的なタイロナの土器は調理用の赤い、瓦けと火災道具としての黒色魔剣土器である。黒色魔剣土器は動物、人間、神、悪魔などの生き物の形をしており、さらに様々な形をしている。中には、 足つきの壺やバスケットのような釣り手のついた皿、蓋のついた円筒形の亀、あぶみ型の中高を持った壺、CF 等型中高土器、動物をかたどった球根状の空洞の足を持った四脚土器、そういった土器が二次埋葬の遺体が収められた倉国旗と共に死者の副葬品として多量に埋葬された。また、翼の形をしてよく表面を磨いている。 石製ペンダントと鋳造された金のペンダントも、その他の副葬品と共に見られる。また、タイロナ文化には、メソアメリカに由来すると思われる多くの要素が見られる。綺麗に用いられる、マイノーイコーキャッシュ、トラロックのように舌を突き出した存在を表現した、銅器、土偶や、ヘビやジャガーの両顎の中に、人間の顔が表現された、オカリナ、その他メソアメリカに由来するものとして、 現在もタイロナの末裔として産地に生き残っている、小義族が旧を神聖な数とし、四つの顔を持つ神、み、世界を四色に色分けすることなどの関連を見ると、強い影響があったと考えられる。それらは、形成期か、それより早い段階の各アメリカの文化的遺産に由来すると考えられるが、実際のところは、タイロナと同じ時期のここ天気のメソアメリカの影響と考えられる。 ライヘル・ドルマドフは、そのようなメソアメリカのイデオロギーは、カリブ海を経由して、コロンビアの北部に直接もたらされたと考えている。タイロナ人は、頭飾りや衣服に、鳥の羽を非常に美しく飾っていた。トウモロコシの収穫の祭り、つまり、消死の時期になると、混合インコや外の鳥の羽毛を刈る、伝統儀礼を行った。タイロナの神話や伝承によると、タイロナには、 文字記録には残っていないし、無意思カのように他の文化で起こったように、山岳地帯へ入っていく、植民地時代のクロニスタ、年代記作者もいなかったため、ほとんどどのような神かは分かっていないが、とにかくたくさんの神々があったようである。小義族をはじめとする、山岳地帯に生き残っている部族には、大ロナの創生神話が伝えられている。その創生神話によると、すべてが存在する以前は、 世界は暗闇に覆われており、すべては暗黒であった。そういった時であっても、宇宙の女神が生きており、湧き出れるようにして現れた。宇宙の女神から、最初の男が生まれ、光が訪れた。それが、最初の日であった。生まれて間もないいわゆる最初の男、新棚は、成長して、たくましい男となり、最初のマニカトス、つまり、軍勢を組織した。 しかし、世界は、まだ出来上がっていなかった。新棚は、一人で生きていた。宇宙の女神は、紡ぐことを知っていたので、糸を巻いて、大きな防水を作った。それを山頂に釘付けに、たくさんの糸を引き出した。たくさんの糸が引き出されると山の周りを丸く、囲むように並べられた。宇宙の女神は、縁を作っている間に、私の子供たちである地よ。現れよ。 と命じると世界が形成されたという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。